ブラックピンク、DDU の DU、DDU の DU のダンス練習動画が再生回数1億回を突破、異例の記録を達成。写真イコール連合ニュース。ブラックピンクがヒット曲、DDU の DU、DDU の DU の振り付け練習映像が、YouTube で再生回数1億回を突破した。所属事務所の YG エンターテインメントが本日、20日、に伝えた。この曲の振り付けは、両手で銃を撃つような動きが特徴で、ミュージックビデオではない振り付けの映像が再生回数1億回を突破するのは異例だ。DDU の DU、DDU の DU は、ブラックピンクの1ストーンミニアルバム、スクエアアップのタイトル曲だ。ミュージックビデオは6月15日に公開され、K-POP グループとしては最短となる68日で再生3億回を突破した。また、ブラックピンクの YouTube 公式チャンネルの登録者数は、K-POP グループ最多の1189万人を記録した。6月に発表した、ASIFIT:SYOUR Last のミュージックビデオは、再生回数4億回突破を目前に控えている。写真イコール YG エンターテインメント、連合ニュース。